1969年に発行されたモスクワ放送、QSL カード。キリル文字で、ラジオマスコーバと表記されているロシアの声は、ロシア連邦にある B 系列の国外放送。ソビエト連邦崩壊後の1994年に、現在の名称に変更され、それまでは、モスクワ放送と呼ばれていた。2014年11月11日、スプートニクが運営する。 ラジオスプートニクに引き継がれた。当初はソビエト社会主義共和国連邦テレビラジオ放送委員会の海外向け放送としてドイツ語放送を開始したのが始まりである。ソビエト社会主義共和国連邦共産党機関紙プラウダからの報道を中心に放送していた。その後、大出力の送信設備が各地に建設され、英語とロシア語によるワールドサービスは ン波の周波数帯を問わず聴取ができた。ソ連崩壊後、ソ連テレビラジオ放送委員会の解体から一時公社化。現在は完全国営企業体であるが、公社ではなく株式を発行する国営会社であり、32カ国語による放送を行う。24時間級ソ連諸国向けのロシア語放送を実施。日本語放送は1942年4月14日に開始。 ドイツ語放送と同様、戦時中の対日宣伝が目的であった。番組は当初、モスクワで制作、放送されていた。やがてハバルフスクにもスタジオを設置。モスクワからの放送と合わせ2カ所で番組制作、発信が行われていた。日本語放送でも夜間6時間以上の長時間放送を実施。ハバルフスクラジオストクユジノサハリンスク等の 極東ロシアからの中波放送は日本全国に良好に届いていた。かつての中波 1251kHz による放送は出力が 1MW と強力だったため隣接している日本放送のエリア内である関東地方でも渾身を起こしていた。さらに同じ 1251kHz で放送を行っていた極東放送に至っては この渾身に悩まされた挙句中派の免許返上、FM 沖縄に社名変更して、超短波放送局としての再出発を余儀なくされた。2003年10月から再び、モスクワ制作の番組があるになっているが、ハバルフスクにもスタッフが残っており、月に40分程度の番組を制作し、モスクワ経由で放送していた。しかし、日本語スタッフの退社により2010年9月で、 ハバルフスクからの放送が終了となった。1938年1月3日に、南からふとからソ連に越境した、日本の女優、岡田義子が戦後にアナウンサーを務めていたほか、戦後捕虜となりハバルフスク収容所にて収容されていた、旧日本陸軍士官であった、清田明が、ソ連陸軍政治将校らの勧めに応じ、ハバルフスクスタジオにて、アナウンサー勤務を経て、 モスクワ本局へ移動する等の者も,もいた。2007年4月14日と15日の両日、日本語放送放送開始65周年記念番組を放送。現在では、タンパーのほかインターネットによる聴取も可能である。放送のスタンスとしては、ロシアの国営放送であるため、政治、外交に属する問題に関しては、同国のスポークスマン的な伝え方となる。 例えば、北方領土付近で、時折発生する打砲事件などは、ほとんどの場合ロシア側の公式コメントしか伝えない。なお番組制作スタッフは、リスナーからの番組のスタンスに関する質問への返答として、ロシアの声日本語版は、基本的にロシア寄りの意見に立って放送していることを、番組内でも折に触れコメントしている。もっとも、概ねロシアの生活様式など、 文化の紹介より、ロシア政府の宣伝的なニュースが中心であり、他国と対立する懸案ではもっぱら、モスクワ政府の立場や、その意図を説明することが多い。ニュースと、その解説番組、ラジオジャーナル、今日の話題を毎時間放送する。その後の番組は日替わりである。ニュースの前にはその日のモスクワの天気、気温、タイドル,ルーブルとの交換例との紹介がある。 平日のニュースは2名のアナウンサーが担当する。その他モスクワ放送ロシアの声ソ連時代は、住所は秘密であったが、後に、ハワロフスク氏レ礼ニナ表記通り4番地と明らかになった。日本語、中国語、朝鮮語で、極東地域の情報を含めた番組制作を行っていた。2003年10月に日本語化中国語化朝鮮語化が、 通信員化に縮小される。長時間放送が実施されていた時代は、前半の数時間をハバルフスク発で全編放送したことがあった。2010年にシベリア銀河ステーションの放送が終了したのに伴い、ハバルフスクからの生放送は現在廃止されている。国際通信会社、ロシアの今日が、ロシアノーボスチ通信を基盤に設立さる。ノーボスチロシア通信。 2013年12月11日閲覧。リアローボス地通信とロシアの声がロシアトゥデイとして合併。ロシアの声。2013年12月11日閲覧。ありがとうございます。